どうも、帰り着きました。ゆうりでございます。今日はみんなの大好きな節分、ピンとってる、節分ということで、いやいやいって感じでやっていきます。すいません、やばい、もう本当にお腹空きすぎてもうやってらんないです。皆さんどうしよう。はい、ということで皆さん、ただいま帰りまして、今年もですね、毎年なぜかゆうり2月3日の節分だけはどうしても見逃すことができない系 YouTuber ということでね、やらせてもらってるんですけれども、今年も一人でお届けしていきたいと思います。で、ただですね、私今矯正をしてまして、約1年ぐらい経つんですけれども、毎月1回矯正日っていうのがあって、その矯正日でワイヤーを締め直すんですよ。だから歯をグッて締められてて、今私めっちゃ歯が痛いんです。でもまあマックス時の痛さからちょっと抜けたんで、今3日目とかなんですけど、抜けたんでいいんですけど、多分かぶりつくことは無理なので、それを加味した上で私オリジナルの恵方巻きを作っていきたいと思います。あそこで食べたいと思います。じゃあ作ります。どうも皆さん、おやとさゆりでございます。皆さんね、どんな花金お少しでしょうかということでやっていきたいと思うんですけれども、はい、こんな感じで誰でも噛める、あの恵方巻きになっているので、これもしかしたらね、あのお年寄りの方だったりとか、あの小さい子にもいけるようなものになってるんじゃないかなと思います。でもちょっと本当に歯が痛いっていう、それしか言ってなくて申し訳ないです。はい、すいません、そんなことは置いておいて、卵焼きを作っていくんですけれども、卵焼きはみんな、あ、落としましたね。甘めです。みんなも真似してねって感じなんですけど、塩入れすぎましたんでちょっと取っていきます。はい、で取っていったら、はい、混ぜてやっていって、白ご飯をチンしたので温めたいのをちょっと冷やしておいて、フライパンに油をのっけてから卵をのっけていきます。当たり前のことを言ってるので、これ解説なのかなと思ってきたんですけど、はい、こんな感じです。もうね、巻く卵焼きはもう終わりました、私の中で。ちょっと一旦ね、その忙しいというところを観点を考えれば、もう巻く時間がもったいない、もうこれでいいんじゃないかっていう、これが正義になってます。まあそれはね、ちょっと時間があったらやるんですけどね、お腹が空いてなかったらやるんですけど、はい。あと私の酢飯、マジで手抜きなんですけど、あの目分量でめっちゃ美味しいのでおすすめです。はい、以上です。さよなら。はい、ということでできました。見てください、5分で材料しました。皆様には理解できないかと思いますけれども、矯正をした人はこれも噛むのも必死ですので、あとね、もうたくあなんて前代未聞なんですけれども、まさかのみじん切りをさせてもらいましたっていう感じ。もうさ、本当にせっかちババアだからさ、もう早くやりたいの。もうパリ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 って、いつも通り適当にやっていくよ。みんな集まってやー。ハサミとかもいらないってなっちゃうんだよね。本当にバカ。これ後悔するんですけれども、もう気持ちが焦ってる。本当に早く食べたい。お腹がね、好きすぎるとこうなるんです、私は。あーでもな、ツナマヨ作ったが美味しいよなーとか思うんですけど。ツナマヨ入れる？入れとこうか。ツナマヨなんですけれども、これノンオイルじゃないやつ買ってきたと思ったら、ノンオイルだった、ストック。やっていくよ。でさ、本当にさ、ぶち塗っていくから、こういう感じで。今日はちょっと仕事がね、出社だったんですよ。だから昨日の夜にね、多分私夜ドタボタするから、具材とか仕込んでいった方が絶対いいなって150回ぐらい思ったんですけれども、忘れてましたね。しかも全部使い切れる、最高、ありがとうございます。で、豆をね、例年買うと思うんですけど、豆を今回はもう買いませんでした。だからもう豆負けないじゃんって思ったんですけれども、皆さん鹿児島には、あ、皆さんこれやり方とかちょっと多分気になる方もしかしたらいらっしゃると思うんですけど、すいません、気にせずに私だけが、私だけが食べる感じになるので、皆さん本当に申し訳ないです。で、これにマヨネーズをブニブニって入れていってね、で混ぜていきます。ツ
ツナマヨって正義だよね、本当に。うん、うまい。いつもありがとう。じゃあやっていくよ。多分こっちだよね、意識的に。知らんけど。うわ、嬉しい。久々すぎ。これでかすぎかな。多分みんなでかすぎって言うと思うんだよね。でも多分ね、みんなが思ってると思うんだけど、私も思ってんだけど、多分めっちゃね、海苔が痛いです、第一的に。でもいいんです、もう海苔を細かく切ろうかなってことまで考えたんですけれども、もうそんな手間をかけてられないです、私今。はちゃめちゃにお腹空いてるんで。粉でんぷんとか、違う、桜でんぷんか、久方ぶりすぎ。ちょっと塗っていくよ。うわー、かわいい。萌え萌えキュンって感じですね。で、これでこうやっていきます。うわー、私こんなキュウリしか食べれない人間になっちゃってごめんなさい、お母さん。私大丈夫かな、これ。これ絶対噛めないよね。じゃあ巻いていきます。よっしゃ。君を思う。やったー。できました皆さん。頑張った甲斐がありました。じゃあ今から豆まきしたいと思います。皆さん知ってますか、このゆで落花生。拾うですね。巻いていく。とりあえずね、これ拾って食べるんで。でも冷凍ダックがさ、ちょっと外に投げたいと思います。行ってくる。マジでお庭のこと頼む。マジでいらないから。福はうち。こんぐらいでいいんです。一人なんでね。で、これは、あと解凍させて、後から年の数だけ食べたいと思います。なんかね、ゆで落花生って塩ゆでしてあるピーナッツなんですけど、これはマジでね、柔らかいので、矯正のためにあるのかなと思って。いただきます。イエーイ！じゃあいただきたいと思います。今日私がこれを買った理由はわかりますか？本当にね、鬼に金棒じゃんと思って。鬼に金棒じゃんって、これ昨日着たパジャマなんですけど、ちょうどわかるって。美味しくてさ、本当に。では飲みたいと思います。皆さん今年も無事。節分迎えられました。乾杯。乾杯、ありがとうございます。いただきます。うますぎ。うまっ。で、多分これ私ハウってやるのは多分本当に無理なんで申し訳ない。本当これ不甲斐ないです、自分が。なので今日はちょっと一口だけ食べたいと思います。一口だけね。北北西。どこ北北西って。こっちだ、こっちだ、北北西、こっちだ。ちょっと皆さんに背を向ける形になるんですけれども、一口でいけるかな。この端っこだとあれなんで。うまそう。みんな断面見て、すごくない？様になってる。じゃあこれを一口であっち向かいながら行きたいと思います。願いを込めますね。OK、 終わりました。なんでさ、こうやって切って食べないといけないのって感じ。自分が不甲斐ないです。てか今年は何もお祈りしなかったな。なんか今日木曜日なんですけど、節分の日でね、鼻もくるって感じなんだよね。明日も仕事なんですけど、まあ在宅で。でも先輩が一人有給の人がいたの、次の日、明日。
なんかその先輩からの有給感とかすごい受け取っちゃって、私もなんかもう鼻筋みたいな気分になったの。ラマさん鼻筋鼻もくですねとかって言ってた。私もなんか鼻もくな気がしてきて、マジの本当の明日休みなのかなって思ってきて、めっちゃはしゃいでたけど普通にまだ木曜日だったみたいな感じでびっくりしてます。はい、そういうのって映らない？仲いい先輩とか、まあ、同期とか後輩とかの休みの日ってめっちゃ覚えてんの。え？明日有給だよねとかって言ったりとか、そうみたいな、え、いいじゃんみたいな。そしたらもうその子と同じテンションになっちゃうの。だから影響される、これが HSP だからなのかなって思ってる最近。違うよね、すごいテンション高く変えるんだけど、ちょ待てよみたいな、私もまだ明日仕事じゃないかみたいな感じで思ってます。はい、のり巻きにしたら全部秒だよね。うん、恵方巻き今さ、昨日去年のさ節分何してたかなと思って見返したけど、お前マジしょうもなかった、しょうもない動画でした。でも去年はすっげえ忙しかったんだと思う。やばい、皆さんゆでピーナッツ、ゆで落花生、今年は28歳なので28個分食べていきたいと思います。これを鹿児島の人たちはお酒のあてに食べるんです。あの枝豆みたいな、うん、柔らかくて余裕で食べれます。オレンジピール入り節分マリトッツォストロベリー鬼ですとかって言って、これで鬼だったらふざけんじゃないよって、こんな鬼がいたら世界もびっくりだよって。いただきます。美味しそう。これうん、本当にイチゴだ。甘いものとビールがめっちゃ好きな。ちっちゃい頃はマジで意味わかんなかったよね。え、なんでミカの皮入れんのみたいな。そのまま静かにやっとけばいいやんみたいな。そんな一癖入れんでいいやんみたいな。最近食欲がバクでさ、2週間くらい食べてます。やっぱ太りますね。マリトッツォ好きだわ。はいはい。もしもし。うん。ゆりも今日一人だった。一昨日ぐらいに矯正してさ、うん、めっちゃ歯が痛くてさ、絶対豆食べれないと思ったからさ、うん、お母さんの脱皮醤油でたやつをさ。巻いた、巻いて食べた。あれがまだあったっけ？うん、まだあった。それだったら食べれたからさ、28個食べたところだった。うん、お母さん食べてみた。ご、やば。なんかそう、中に2つ入ってるよ。うん。あれを1個じゃなくて1個ずつ数えて食べた。はい、お母さんとの電話を30分ぐらいしてましたって感じなんですけど、お母さんもしっかり食べたそうです。ということで、ビールがそんなこんなしてたんなくなったので、今年の節分は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。バイバーイ。